ビートの赤色はベタレイン色素のためである。ベタレイン、またはベタラインは、なでしこめの植物に存在する赤色及び金色のインドール誘導色素である。これらの植物ではアントシアニンの代わりに存在している。ベタレインはいくつかの高等菌類でも見られる。花弁で目立つが果実、葉、茎、根の色もになっている。テーブルビートに含まれる色素もこの仲間である。 普段層では、黄色のベタキサンチンや赤色のベタシアニンが発現している。ベタレインという名前は、この物質が最初に抽出されたビートのラテン語名に由来する。ビート、ブーゲンビリア、アマランサスや多くのサボテンの深い赤色は、ベタレイン色素の存在のためである。赤色から紫色の独特の色合いは、多くの植物で見られるアントシアニンとは異なっている。ベタレインには、 二つの種類が存在する。植物中でのベタレインの役割については、よくわかっていないが、抗真菌効果を持っているという予備的証拠がある。さらに、ベタレインは蛍光を発する花でも見られる。ベタニンの構造をかつては、ベタレインは多くの植物で赤色色素となっているアントシアニンと関係があると考えられていた。ベタレインもアントシアニンも水溶性の色素で、 植物細胞の液胞で見られる。しかし、ベタレインは構造的にも化学的にもアントシアニンと類似しておらず、この二つが同じ植物で同時に見られたことはない。両者の際としては、例えば、ベタレインは窒素を含むが、アントシアニンは含まないことが挙げられる。現在では、ベタレインはチロシンから合成される芳香族インドール誘導体であることが明らかとなっている。 科学的にはアントシアニン、さらにはフラボノイドとも関連していない。ベタレインは配等体であり、糖と有色部分で構成されている。合成は光により促進される。ベタレインの生合成経路の解明は、陽子やごぼうや松葉ボタン、ビートなどを用いた研究により行われている。最も研究が行われているベタレインは、 テーブルビートから抽出されるベタニンである。ベタニンはグルコシドであり、グルコースとベタニジンに加水分解される。食品の着色料として使われ、色は pH に依存する。ビートに含まれるその他のベタレインには、イソベタニン、プロベタニン、ネオベタニンがある。ベタニンおよびインディカキサンチンの色や抗酸化能は、マイクロ波による有電加熱の影響を受ける。 2. トリフルオロエタノールの添加により、水溶液中での下水分解に対する安定性が向上するという報告がある。さらに、ベタニンユーロピウム複合体は、炭素菌やセレウス菌の画法に含まれる、ジピコリン酸カルシウムの検出に用いられる。その他、重要なベタシアニンには、アマランサスに含まれる、アマランシンやイソアマランシンがある。マミラリア属のサボテンの花は、 ベタレインを含む。ベタレインは、撫でしこめ及び、端子金門の一部でしか生じない。植物においては、しばしば、アントキサンチンと共存するが、アントシアニンとは共存しない。ナでしこメでは、大部分が、ベタレインを産生し、アントシアニンを書く。ナでしこメのすべてのトガの中で、ナでしこカとザクロゾウカだけが、ベタレインの代わりにアントシアニンを産生する。 植物の中でのベタレインの限られた分布は、なでしこめの共有派生形質となっているが、その酸性は2つのトガでは失われている。ヒモゲートウの果樹は大量のベタシアニンを含む。ベタニンは天然着色料として商業利用されている。分解できない人では赤色の尿や瓶の原因となる。インビトロで抗酸化物質として採用し、 低密度、リポタンパク質の酸化を防ぐことから食品産業で注目されている。赤色のビートから抽出されるベタニンはマラリア原中属感染接血球の生細胞イメージング用の蛍光プローブとして用いられる人工クマリン誘導体の反合性の出発物質となる。ありがとうございます。